はい、今回は手の関節をスムーズに使うと絵がうまく描ける、そういったお話をしていきたいと思います。でね、初心者の人も結構小さい絵であれば上手に描けるんですよ。大体この2センチ四方ぐらいの絵であれば、大体の人は結構描けるんです。なんでかっていうと、字を描く時の大きさっていうのが大体これぐらいの大きさなんですよね。なんで鉛筆を動かし慣れてるっていうのが一番大きいんですね。で、逆になんでもうちょっと大きい絵が描けないかっていうと、要は関節を使い慣れてないわけですね。もう少し大きい絵を描こうと思うと、どうしても指だけじゃなくて手首だとか肘だとか、あと肩だとか、そういった別の関節も一緒に使ってってあげないとスムーズに描けないんです。で、逆にこの手の関節を上手に使えるようになってあげれば絵が上達するっていうことですね。なんで今回はその絵が描きやすくなる関節の使い方、またその関節の使いどころっていうところについて、解説をしていきたいと思います。で、今回お話しするのはこの4つの関節ですね。まず指の関節、手首の関節、肘の関節、肩の関節です。で、それぞれメリットとかデメリットっていうのがあるんで、1つずつお話をしていきますね。で、まず指の関節からですね。指の関節を使うと、こういう動きになります。で、この指の関節っていうのは他の手首とか肘とか肩とか、そういった関節に比べて細やかで自由な動きができるんですね。ただこの万能に見えるんですけれども、やっぱりメリットとかデメリットっていうのがあります。で、メリットは当然この細かく複雑な動きができる。で、あと筆圧なんかも自由に変えることができます。筆圧っていうのは要は鉛筆を紙に押し付ける強さのことですけれども、強く押し付ければ濃い線が描けるし、弱く押し付ければ薄い線が描けると。で、この筆圧の調整っていうのが、指で描くとすごい柔軟に描けるんですね。で、ただこの自由に筆圧を変えれるっていうのはデメリットにもなるんですよね。逆に、ずっと同じ強さで塗り続けたいっていう時に指だけで塗ろうとすると、どうしても同じ強さで描き続けるっていうのは難しいわけです。あともう一つあるのが長い直線が引けないんですね。指だけで線を引こうとすると、どうしてもこういった曲線になっちゃうんですね。なんで、長い直線を引こうと思うと、もっと別の関節を使ってあげる必要が出てくるってわけです。で、次は手首の関節ですね。手首の関節を動かすとこんな感じですね。で、この手首の関節っていうのは、指の次に自由な動きができるんですね。なんで、大抵の人は絵を描くときっていうのは、この指の動きと手首の関節の動き、この2つのコンビネーションで、ほとんど絵を描いてるわけです。で、この手首と指のコンビネーションで描くと、大体この名刺サイズぐらいの大きさ、これぐらいの絵を描くのが、限界になってきますね。で、手首についてもメリットとデメリットあります。で、メリットとしては、指の関節に比べると、やっぱり一定の速さとか強さで動かす動きっていうのは、やりやすいです。塗り絵とかを塗るときっていうのは、多分大体の人はこうやって長めに鉛筆を持って手首の関節を使ってこうやって塗る人が多いんじゃないかなと思います。こうやってやると結構上手に塗れるんですよね。逆にこれ指を使っちゃうとなかなか上手に塗れないんですね。こういう一定の速さとか強さで描けるっていうのが手首のメリットになってきます。で、逆にデメリットは何かっていうと、手首もやっぱり長い直線っていうのは引くのは苦手です。まあ、指先で描くよりは、結構なだらかな曲線になるんですけれども、それでもまだ直線っていうにはちょっとしんどいかなっていうような線になってしまうわけですね。で、3つ目が肘の関節ですね。で、肘の動きのこの一番のメリットっていうのは動かせる範囲が大きいってことですね。で、あと手首とか指先に比べてこう直線を引こうとした時にかなり緩やかな曲線になるんで、直線にかなり近いということになってきます。だいたい A4 サイズぐらいの卓上で描く絵であれば、指先と手首と肘の動きだけでほとんどの絵は描くことができるようになります。で、最後、肩の関節なんですけれども、これを使うっていうのは、まあ、卓上の絵ではほとんどないです。もっと等身大の大きいキャンパスに絵を描こうなんていう時に、使う関節になってくるわけですけれども、この肩の関節を使うときっていうのは、鉛筆はこんな感じで持ちます。で、肘を伸ばして、紙にこんな感じで鉛筆の先を当てて、
肩の関節だけを動かすのをイメージして、こういう感じで大きく腕を動かします。で、これを使うとかなり正確な直線が描けるようになってきます。なんで、絵を描き始める時の最初の当たりって言いますけれども、大体の形とか大きさとかを出す時には、肩とか肘とか大きい関節を使って大きく線を引きます。で、大体描けたなってなってきたら、細かいところを描き込んでいくにつれて、徐々に手首だとか指先だとかで細かい部分を描き込んでいってあげるっていうような、そういった形で使い分けていってあげることになるわけですね。というわけで、まとめに入りたいと思います。今回は4つの関節の動きについてお話をしてきました。で、細かい絵を描きたいときっていうのは、指とか手首とかの関節を使いましょうっていうお話をしました。で、一定の筆圧で色を塗りたいときなんかは、指先は使わずに手首の関節を使ってこうやって動かしましょうっていうお話をしました。そうすることによって筆圧だとかスピードだとか、そういったものが一定で描けるんで、ぜひ試してみてください。で、あと長い直線を引きたいときには、もっと大きい関節、肘だとか肩とかの関節を使いましょうというお話をしました。で、こういった感じで用途別に関節の動きを意識してあげると、絵が描きやすくなったりとか、絵を描くスピードが上がったりだとか、あと綺麗な線が描けるようになったりだとか、そういった感じで絵の上達につながっていくんで、ぜひ試してみてください。というわけで、今回の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。また概要欄の方に僕のブログのリンクも貼っておきます。で、僕のブログではこういった絵の描き方のコツなんかもたくさんアップしてますんで、またそちらの方も覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。